インスティチュートにふさわしくないとドクター・ワトソンに思われてるけど、それは間違いだと証明してみせるよ。ロザリンドは才色兼備、彼女を振り向かせられたらいいのに。いや、ドクター。おやおや、これはまた懐かしいお客さんだな。少し前にワービック農園の世帯主と人造人間をすり替えた。遺伝子組み換えを施した様々な種の屋外実験をさせている。この種をロジャー・ワービックを名乗る人造人間に手渡してくれ。慎重に扱ってくれたまえ。何年もの遺伝子操作と強化の結晶だ。この程度の単純なことなら君にもできるだろう。何の種だ。スイカの一種で、計算通りならば重度に放射能で汚染された土地でさえ育つはずだ。果実は健康で、食べても全く問題ないと願っている。さて、よく聞いてくれ。なぜなら次の下りが非常に重要なのだ。ロジャーが旅はどうだったと聞いてきたら、連邦の半ばまでブラッドバグに追いかけられたと言ってくれ。この合言葉で君がインスティチュートの使いだと認定される。それからくれぐれも慎重にやれ。目立つことや怪しまれることは絶対するな。もし人造人間の素性がバレていたら。その時は何とかしのぐんだ。抜け目なさそうだからきっとやり過ごせるだろう。さあ、ワービック農園に急ぎたまえ。実験に着手せねば。ここに来るまでそれほど苦労しなかったよな。連邦の半ばまでブラッドバグに追いかけられたが、なんとかたどり着けたよ。ああ、あいつらは縄張り意識が強いんだ。捕まらなくて何よりだ。わざわざ来てくれたんだ。ちょっと見学していかないか。こっちだ、来てくれ。このワーウィック農園でやっていることをお見せしよう。ここは以前下水処理場だった。ここの土壌がこんなに豊かなのはそのせいだと思ってる。この金属の骨組みがいつまで持つかは分からない。だがこれまでのところこいつがしっかりと雨風を防いでくれた。持ち物を交換したいんだ。種は持ってきたかい。よし、いただこう。なあ、助けてほしいんだ。作戦全体が暴かれちまいそうなんだ。どうした？何が起こったんだ？作業長のビル・サットンに正体を疑われてる気がする。奴は俺のことを嗅ぎ回り、陰で農夫のセドリックと話し合ってる。そして今度は妻と子供たちに手を回して裏切らせようとしている。お前が機械でも人間でも関係ない。誰にも家族を引き裂く権利はない。その作業長というのはどれほど危険なんだ？本当に脅威なのか？わからない。多分な。他のみんなと同じでありきたりの化け物話を聞かされているんだ。多くの住民が怯えている。人造人間をあちこちで目にしてるんだ。とにかくそれだけじゃないんだ。セドリックが姿を消した。ビルは病気の親類の見舞いに行ったと言ってるが、助けを求めに行ったんだ。セドリックの行方は見当もつかないのか？知るわけがない。こっちに感づかれないようにするのが奴らの大前提なんだぞ。だがこの辺りの誰かが知っている気がする。ビルがジューンと子供を味方につけたと思っているなら計画を漏らしているかもしれない。今はあいつらに警戒されてるから話してくれないだろう。だがあんたは疑われる理由がない。覚えておいてくれ。ビルにこっぴどく脅かされてるんだ。簡単にはいかない。悪いけど、あなたと話をしてはいけないの。いいか、お父さんに危険が迫っている。助けになりたいんだ。ええ、いいわ。本当に助けようとしてるんなら話をしても構わない。本当は父さんのことが怖くてたまらない。ビル作業長は父さんは人造人間で何とかしなきゃいけないって言ってる。
セドリックに大金を渡してグッドネイバーに行かせたわ。理由は知らない。お願い、本当に父さんを助けたいんならセドリックとビルの企みを暴いてあの人たちを止めて。小便まみれのゴミの匂いほど歓迎できないものはないな。チャーリーが飲み物を出す。うちは酔っ払いを扱う。荷物が重すぎるだろう。すられる前に。ビル・サットンと何を企んでいるのか教えろ。あんたに関係あるのか。無実の男が濡れ衣を着せられて破滅させられるのを見たくないんだ。濡れ衣じゃなかったらいいか。なんであんたに関わりがあるのかさっぱりわからねえ。ロジャーに頼まれたってんなら別だがな。こうしようじゃないか。お互い助け合うってのはどうだ。俺が何かをつかんだらその話には値札がつくんだ。なんだってそうだろ。ビル・サットにもロジャー・ワーウィックにも負い目があるってわけじゃねえ。だから取引を持ちかけるってんなら考えてもいい。苦しい立場にいるのはわかる。だが人命がかかってるんだ。頼むから助けてくれ。怯えてるのはビルだけじゃない。連邦の連中はみんなインスティチュートのことを噂してる。だがあんたの言う通りかもしれん。みんな恐怖に良心を蝕まれてしまったのかもな。本当のところ使いを頼まれたこと自体が馬鹿げてると思う。ビルは金を手渡すとこう言った。グッドネイバーに行け。あそこにはヤバい連中がうようよしてる。傭兵を見つけてこい。つまり殺し屋を見つけることになってるんだが、見つけ方なんか知るもんか。それでそいつを雇ってロジャーをやるんだ。初めは乗り気だったが今はビル・サットンなんてどうでもよくなった。俺はしばらくここでブラブラしていく。当然あいつも俺がもう帰ってこないと気づくだろう。やつは自分の手を汚すことになるかもな。怯えちゃいるがどんなことだってやる男だ。遅かれ早かれお前の正体を白状させてやる。その時みんな知るんだ。本物のロジャー・ワーウィックは死んじまってもういないってことをな。でもロジャーはここにいるわ。ビル、ビル、おかしくなったのか。お願いだ、頼むよ。とにかく話し合おう。お前も関わってるんだろう。本物のロジャーを殺してこの機械と入れ替わらせたんだ。落ち着けビル。恐怖のあまり冷静さを失っているだけだ。みんなは恐怖を感じてないのか。人造人間どもがうようよしているんだぞ。お前は一体何者なんだ。俺が答えてやる。お前も奴らの仲間だ。どこからともなく現れてロジャーと密会したと思ったら、次はなんとセドリックを探しに行った。そうさ、全てお見通しだ。お前は何かを企んでる。お前の言うことなんかこれっぽっちも信用できない。本当にこの子たちから父親を奪い去る気か。本当の親父はとっくにいなくなってるんだ。それにはお前たちが絡んでるはずだ。じゃあどうするってんだ。よそ者、人造人間のために戦うってのか。それが無実の人を狂人から守るという意味ならそうなるな。狂人？俺を何だと思ってるんだ。俺は確かに見たんだ。いや、見たはずなんだ。他に説明のしようがあるか。誰も信じてくれないんだな。俺は本当におかしくなったのか。わからない。ロジャーのことは確信してた。畜生、もし間違ってたら、あと一歩で俺はジューンや子供の目の前で行かなくては。すまない、頭を整理させてくれ。物事が見えなくなってた。おかげで助かった。恩に着るよ。大丈夫か。ああ、ほとんどな。きっと殺されちまうと思い込んでいた。お前と家族が無事でよかったよ。ああ、あんたには借りができた。
共通の友人には種を植えてそのうち報告書を用意すると伝えておいてくれ。その間あんたも無事に過ごしてくれよ。こんにちは。必要な栄養補給がされているか確認してください。実験体は苛立っている。食習慣を最近変えたことに対する反応なのかどうか。何の話だ。彼らの行動は毎日ハンデを押したように同じだが。従順なように見えるかもしれないが、ごめんなさい、世間話に気を取られてしまって。何かを期待して。種は手放した。そうかそうか、全て円滑に運んだんだな。観察しているの。彼らは家庭に何か意味があるのか。インスティチュートの一員であるということは高い規範を維持することを意味する。つまり効率と勤勉さ、注意深さと几帳面さが求められる。単にこなしたというだけでは不十分だ。完璧に遂行せねばならない。ともかくきっと君は最善を尽くしてくれたに違いない。さあ受け取りたまえ。今後の任務の助けになるだろう。バイオサイエンス部からの気持ちだ。以上だ。礼を言う。失礼する。